辞書第1巻のタイトルページ、英国人名字典は、1885年に発行された、イギリスの歴史上著名な人物の人物録である。更新版の、オックスフォード英国人名字典が2004年9月23日に60巻で、刊行され、現在では、オンラインで閲覧できる。1882年、スミスエルダーカンパニーの出版業者、ジョージ・スミスは、 世界史上の有名人に関する電気的記事を含めた百科事典の制作を企画した。これは、アルゲマイネドイチェ・ビオグラフィーなどヨーロッパ諸国で発行された自国の人物を扱う電気集に触発されたものである。スミスは当事者で発行していた雑誌コーンヒル・マガジンの編集者レズリー・スティーブンに企画を持ちかけ、編纂に携わってほしいと依頼した。 スティーブンは辞典の内容について英国とその植民地、元植民地のみに焦点を当てたものにすべきだとスミスを説得した。当初の初代はバイオグラフィアブリタニカで、これは18世紀初頭に書かれた別の辞典のタイトルを引用したものである。英国人名辞典の第一巻は1885年1月1日に発行された。1891年5月、 スティーブンは編集者を辞任し、代わりに計画当初からスティーブンの下で副編集者として働いていたシュドニー・リーが編集者の役を引き継いだ。スティーブンやリーの下では編集助手や調査人たちのチームが尽力したが、このチームはベテランジャーナリストから英国大学院での歴史研究が始まったばかりだった当時において辞書編纂で、 学術研究の一歩を踏み出した若い学者まで様々な才能の域が集められた集団だった。この時代、辞典のほとんどは内々に書かれていたが、英国人明辞典は外部の編集者を活用し、その中には評判の高い作家や学者も含まれていた。1900年までには700人以上の編集者がこの辞典の編纂に携わった。 続刊は1900年の真夏まで、基調面に年4回期間で発行され、最終的には63巻、収録人数29,120人余りを数えるに至った。なお発行年や編集責任者、各巻に収録された人名については口述する。ジョージ・マリー・スミスがこの人名録を計画して、資金援助した。辞典の初版は、 スミスが1901年に亡くなる前に全巻が出版された取り上げられる人物が個人に限られていたため発行後すぐに3冊の情報編が出され1885年から1900年までに亡くなった人物と初版の ABC 順配列からは見落とされていた人物が追加収録された造法編では1901年1月22日に亡くなった ビクトリア城まで網羅するようになった。また同時に文章の訂正も行われた。1904年に聖語表の巻が発行された後、辞典は細部の修正を加えて1908年1909年に22巻、もので再発行された。副題には、この辞典が英国史の最初期から1900年までカバーしていると歌われている。 ブリタニカ百科実典第十一版には、この辞書が英国人の年代記を紐解く、極めて貴重な作品であると記載されている。これは、辞典がすでに亡くなった著名人の略歴を載せるだけでなく、追加の出典文献リストを含んでいたためである。当時は、定期刊行物の作品制作作業が始まったばかりで、カタログや作品を揃えている。 図書館や書籍コレクションが少なかったため、リストは学者たちにとって大変貴重なものだった。20世紀を通じて、概して10年ごとに、その間に亡くなった人々を加えた増補刊が発行された。1912年には D の編集の下、1901年から1911年に亡くなった人を収録し、最初の増補版が出版されている。 1917年には出版元が当初のスミスエルダーカンパニーから引き上げられ、オックスフォード大学出版局へ移された。1996年まで、オックスフォード大学出版局は20世紀中に亡くなった人物の記事を加え、造法版を発行し続けていた。造法編は1912年から1996年まで合計で10巻が発行され、 1993年にはこれまで収録されなかった人々の電気を加えた末期が発行された。これにより時点に収録された人数はオリジナルの63巻29,333人から38,607人に増えた。原本はビクトリア朝の視点で書かれており20世紀中の歴史評価の変化や新知見により 時代遅れになっていたものの、これらの増補編はいずれも現存する辞典原本の記述を置換するものではなかった。1966年、ロンドン大学は歴史研究所広報の調査結果をまとめ、訂正版を発行した。辞典の発行後、宿訳版英国人名辞典として数版が発行された。宿訳版では、個々人の主な業績は全て網羅されているものの、 記事は短く改定され、中にはわずか2行の記載しかない人物もいる。最後の宿役版は、1986年までに亡くなった人物を網羅し、3巻もので発行された。1990年代初頭、オックスフォード大学出版局は、英国人名辞典を精査することを決定した。1992年には、オックスフォード大学の近代史教授、 コリン・マシューが舵取りを行い、新英国人名治展の編纂が開始された。マシューは20世紀後半では取るに足らないと思えるような記事でも、原本にあるものは漏らさず収録することを決めた。原本に存在した一部の短い記事は、改訂審判でもそのまま残されたが、大部分は新しく書き直された上、1万4四千件ほどの新しい記事が追加された。 新しく収録する記事の提案は図書館や大学、さらに1990年代の発明であるオンラインなどでアンケート調査された。これらの提案は編集者や12人の外部コンサルタント編集者、数百人の副編集者、編集部スタッフによって精査された。新しい辞書では2000年12月31日までの講義の英国史がカバーされた。例えば、 ブリタニア時代や13植民地、イギリス帝国時代の植民地などの内容が含まれている。この研究プロジェクトは共同研究として企画され、大学の編集部スタッフだけでなく、世界中から1万人以上が協力した。内容自体は相変わらずり好みされたものだったが、改定審判では英国や以前の植民地の歴史背景を網羅し、そこから 重要で影響力が大きく著名な人物を選んで収録するよう試みられた。19世紀後半の編集者による選出を上書きし、20世紀後期の学識を用いて、二つの時代にわたる共同作業が、それぞれの時代だけでなく、次の時代にも有益なものを生み出すことを願って制作されたが、最終的な記事選択を見ると、理念の実行とはほど遠いものであった。 1999年10月にマシューが亡くなったことを受けて2000年1月にはオックスフォード大学の歴史学者ブライアン・ハリソンが編集者に就任した。新しい辞書はオックスフォード英国人名辞典として2004年9月23日に全60巻7500ポンドで発行され開演制のオンライン版も公開された。 有効な英国の図書館利用者カードを持っている場合はオンライン版に無料でアクセスできることが多い。2004年版には54,922人を収録した5万1 1 3の電気記事が収録され、旧版の英国人名字典に収録された記事はすべて網羅されていることが発表されている。旧英国人名字典の記事に付けられた見出しも尊重され、 別に分けられた DNB アーカイブをたどって読むことができる。オンライン版の更新や過失のため、オックスフォード大学には数人の上地スタッフが残された。ハリソンの次の編集者には、同じくオックスフォード大学の歴史学者、ローレンス・ゴールドマンが2004年10月に就任した。最初のオンライン版更新は2005年1月4日に行われ、 2001年までに亡くなった人物の記事が収録された。すべての時代から人物をピックアップし、2005年5月23日10月6日にも2回の更新が行われた。2006年1月5日には2002年に亡くなった人物の記事が収められ、その後も2005年の更新に倣って5月と10月に更新が行われている。オックスフォード英国人名事典には、 原本の英国人名辞典発行前に亡くなったが収録されなかった人々の記事も含まれている。これらの人物は英国人名辞典発行後に歴史学者の研究で巧妙になった人々でウィリアムエアなどが含まれる。オンライン版には検索機能が付けられ、興味分野や宗教、場所、日付、ライフイベントなどで人物を検索することができる。この場合は、 直接見ることはできない電子作品にアクセスしている。新しい辞書に対する反応はほとんどが好意的なものだったが発行から数ヶ月後には内容の非正確性についてイギリスの新聞や雑誌に批判されるようになった。一方でこのように公然と疑義を指摘された記事はほんのわずかで2004年9月に発行された5113。 のの記記事事わずかかにに23記事で結果としして修正箇箇所所は100箇所に達しなかったこの修正を含めた記事の訂正案、追加記述案については、出版が検討されている段階から構成作業が進められており、これらの修正は確認が済み次第、オンライン版の時点に追加される。2005年には、オックスフォード英国人名辞典は、 アメリカ図書館協会のダートマスメダルを受賞した。2007年には辞典の外表が発表された。2014年10月からはデイビッド・キャナダインが編集者を引き継いでいる。ここでは合わせてインターネットアーカイブに掲載された各館へのリンクも掲載する。なおウィキソースでは全文を閲覧できる。英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。 Dictionary of National Biography 1885から1900ありがとうございます。